はい、どうも驚かせてすみません、ポッカメです。というわけで今回の主役はこちら、秋の風物詩ジョロウグモです。雲と聞いて真っ先に思い浮かべるのがこのジョロウグモという人も多いんじゃないかな。大きさ、美しさ、そして都市部にも多く生息するたくましさと馴染み深さ、どれをとっても雲の代表選手と言ってもいいんじゃないかなと思います。そんなジョロウグモなんですけど、実は北海道には分布してないみたいですね。そしてもともとはアジアにしかいないクモなんですけど、近年はアメリカにも侵入が確認されているようです。やっぱ荷物なんかに紛れて入ってきちゃうんでしょう。アメリカにはアメリカ特有のアメリカジョロウグモという在来のクモがいたりするので、もし日本や中国から来たジョロウグモが定着してしまうと在来種に影響が出てくるんじゃないかと心配されてます。今後の動向にも注目ですね。まあそれはそうとして、日本はジョロウグモの本場ですからね。見てください、これ立派でしょ。ジョロウグモのメスは体長30ミリ、ちなみにオスはその半分くらいの大きさで茶色をしてます。メスの張った網に同居してますね。ただこの巣はまだメスがちょっと亜生体っぽいかな、大人になりきってないですね。ジョロウグモは子グモと成体になる前の亜生体、そして成体で模様が違います。この子はもう立派に成長した成体ですね。メスの成体は黄色に青っぽい縞模様があります。美しいですよね。体が大きなジョロウグモは巣も非常に大きいです。というか体に対してめちゃくちゃ大きい巣を張ってることがありますよね。しかもクモって夜になると網を張って朝には畳むというような種類も多いですけど、ジョロウグモは一日中巣を張ってる様子が見られますよね。これは夜に撮ったんですけど、わかるでしょうか。ジョロウグモの巣ってまあ円形に近いといえば近いんですけど、コガネグモのような綺麗な丸い巣とはかなり違います。もっと立体的で複雑な馬蹄形円毛と呼ばれる巣を張ります。この巣にはなんと大きなクマゼミやスズメバチなんかもかかって食べられてしまうことがあるようです。今オオスズメバチが結構餌探しにブンブン飛び回ってるんですよ。結構ビビりながら撮影してるんですけど、でもそのオオスズメバチといえど最強ではないんですね。いやー、自然ってのは本当に厳しい。ジョロウグモの分類には諸説あって、どうやらコガネグモとやや近い親戚関係にあることは間違いないみたいなんですけど、コガネグモ科に含めてしまうか、それともジョロウグモ科として独立させるかは研究者によって異なります。さっきも言ったように、その巣やあと形態なんかも典型的なコガネグモの仲間とはかなり違いますよね。ジョロウグモは確かに大きいクモですね。でもそれは本州の中の話、沖縄にはなんとオオジョロウグモというさらに巨大な仲間がいます。分類的には現在は同じジョロウグモか、もしくはコガネグモかジョロウグモ科の別の属とされてるみたいです。なんとメスは体長最大5センチになります。やばすぎる。沖縄行ったら絶対見るべきクモですよね。いや行きたい。ただオスの最大サイズは10ミリ程度で、なんとジョロウグモオスの最大サイズよりもちっちゃいみたいです。面白いですね。これが顔ですよ、ジョロウグモの。かっこいいね。クモの目は基本的に8個ですね。昆虫とは違って複眼ではなく全て単眼です。視力はあんま良くないみたいなので、まあ、さっきみたいに地面を探り探り歩かせるのはちょっと申し訳ない、あんまり得意じゃないんでしょうね。普段は網の中央にいて振動で周りの様子を捉えているので、本来は別に目はそんな発達していなくても大丈夫なんでしょう。頭頂部には白っぽい毛がモフモフとしていてぬいぐるみみたいですね。可愛いんですよ。ただこんだけ大きいと人間でも噛まれたら相当痛そうなんで、噛まれないように気をつけましょう。お腹の裏側も赤っぽい模様が入っててすごく綺麗ですね。うわ出てきた、やばいやばいやばい。いや本当にすごい迫力だわ。ジョロウグモがいっぱいいるこの本州に生まれてよかったわ。まあかわいそうなんでちゃんと巣のあった場所に戻しておきましょう。今回はね、以前ナガコガネグモの動画撮った時みたいに巣を破壊して捕まえたわけじゃないんでね、戻してあげればまた自分の巣を使うでしょう。というわけで今回はジョロウグモを紹介しました。このチャンネルでは様々な生き物を紹介しますが、クモは個人的に好きな生き物なのでちょっとひいきしがちかもしれません。クモ好きの方もそうでない方もぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。
それではまた次の動画でお会いしましょう。